はい、じゃあこんばんは。こんばんは。少しね、体調の調整もありまして、ね、風邪ひきましてね、1週間ほど休みまして、そうですね、申し訳ございません。今日からちょっと新たに、はい、2本ずつということで、そうですね、はい、週に4回上げていただきたいと思います。はい、はいはい、じゃあ、疫学。そうですね、はい、水天樹の続きをやらせていただきます。はい、すね、はい、ちょっと板垣を見てくださいね。はい、水天樹ですね。はい、順々とやってまいりまして、前回中2まで行きましたね。はい、行きました。シャニマツ、はい、少し苦言あれでも終わりは吉というところまで行きましたね。はい、今日は93からですね。はい、じゃあちょっとここ使います。はい、そうですね、はい、はい、はい、じゃあお願いします。はい、93ですね。泥に待つ肌の板炉を致すという行為ですね。はい、これはですね、今勉強しているのはですね、復帰でございますけどね、はい、今日は、変と復帰と線についての勉強を続けておりますけどね。はい、表の家本家については解説いたしましたよね。そうですね。九三、泥に肌の板炉を致すということですね。はい、変ということは何度も申し上げておりますけれど、皆さん方が今日立ててですね、問題の答えをですね、どこに取るかという場合に、この辺に取っていただいて、そこを重点に読んでいただくということをですね、はい、申し上げておりますよね。そうですね。皆さん方が今日立てて、水天樹という手が、毛が出たんだ。はい、そして辺が九三にあると、そうですね、九三の本家本来の家を、読んでいただいて、答えを出していただくわけでございますけれど、はい、それだけではなお分からないという時にですね、復帰ですね、はい、復帰を出していただくわけですよね。復帰というのはこの辺のところを変えるわけですね。ね、これを変えます。それは毎回やるんじゃなくて、うん、要するに読めない時ですよね。そうですね、本来の毛の解釈だけではね、ちょっと納得できない、納得できない、はい、潜んでいる毛を見たい、こういう場合に復帰を出すわけですよね。はい、復帰は変のところを変えるだけですから簡単ですよね。はい、陽が陰に変わり、ね、陰が陽に変わるということですね。そうですね。そうしますと、九三は水宅節という毛になるわけですね。これは60番目ですね。かなり後半ですね。はい、後半です。まあその他の復帰もですね、順番変えてきましたけどね。はい、はい、初級は48番目、中2は63番目、93は60番目、964は43番目、95は11番目、上6は9番目ということで、まだ全然ちょっといずれも勉強しておりませんけどね。そうですね。いずれ詳しく勉強いたします。はい、はい、さて九三は水宅節という毛でございますね。はい、これはとどまれという毛なんです。とどまれね、本家と一緒ですね。水天樹もとどまれですね。水天樹も待ちなさい、はい、ね、樹という毛は待ちなさいという毛ですね。とどまれなさいという毛でございますから、水宅節も裏の毛も待ちなさいという毛でですね、大きく変わるわけじゃありませんね。したがってそういう場合はですね、また本家に帰って、ね、復帰も合わせて考えなくちゃいかんわけですよね。はい、はい、そうしますと九三というのは泥に待つということですね。そうですね。だんだんと絢爛に近づいてきてですね、そして絢爛の
脇ですよ、はい、ね、とうとうたる大河があって歩く狂ってる、それが絢爛だといたしますとね、その絢爛の脇まで来てるわけですよね。この水位がですね、上の毛が管ですね、水ですね、はいはいはい、これは絢爛でございますからね、うん、ここまで来てる 1,2,3 校というのはここまで来てるからね、ね、絢爛の脇まで来てるわけですよ、はい、つまりその絢爛の脇のですね、泥の時に、ね、泥のところに浸かってるわけですよ ね、はい、ね、そういう場合はね、人間は動きやすいわけですよね。これはもともと天という毛ですからね、水天獣ね、天という毛ですから、天は剛健ですね、ね、うーん、動こうとする力が強いわけですよ。しかし動いちゃかん動いちゃかんということを何度も言っておりますよね。したがって、これが衰弱節ということに変わりましてもね、衰弱節という毛も待ってなさい、いずれまた詳しく勉強しますけどね、節度を保ってね、今のところにとどまりなさいという毛でございますからね、表もとどまれ、裏もとどまれということですよね、うん、したがってとどまらなくちゃいかんのですよ、うん、例えば恋愛関係にあるね、どんどん先に進めたいという気持ちがありますけど、この毛が出た時にはね、とどまって相手をよく見てくださいよ、ね、先に進めてもいいですか、将来共にするような人であるかどうか、ね、一旦のですね、刹那的喜びを楽しむだけであればね、まあある意味ですね、好みの人であればよろしくございますけどね、生涯を共にするという人であればね、単に好きだけじゃいけませんからね、いろんな要素を見なくちゃいかんわけですよね。その人の将来性とか今の収入とかね、したがってとどまってみてください、こう言ってるわけですよね。なるほど。例えば他のことでもそうですよ。例えば転職の場合もね、この件だった時にはとどまりなさい、今の職業はですね、もう一度見直しなさいね、うんこう言ってるわけですよね。転業の場合もそうですよ、ね、転業簡単に決断してはいけない、いい話がいっぱいありますけどね、今やってるその営業ですね、仕事ね、もう一度再確認しなさい、よくとどまりなさい、言ってるわけですよね。うん、うん、それから交渉事ですね、まあいろんな交渉事がありますけどね、そういう場合もね、積極的に出てはいけませんということですよね。もちろん交渉事でございますからね、相手もあることでございますからね、すぐ辞めたというわけにはいけませんけどね、相手が出てきた場合に受けて立ってよくですね、相手の言う分を聞いて自分の立場を固めなさい、こう言ってるわけですよね。自分から積極的に行きますと ね変なところに入っちゃいますからね、したがって、この毛が出たという場合はね、救済が出たという場合は表の毛も裏の毛もとどまるということですから、交渉事はね、進めてはいけない、ゆっくり考えなさい、こう言ってるわけですよね。いずれにしも救済はですね、表の毛も裏の毛もとどまるということでございますからね、とどまっていただきたいんですね。救済は泥に待つわけですからね、やっぱり人間ですね、泥にはまったらそこから抜けられて出したいと思ってですね、まあ、まあ、動くんですよね、うん、ね、いけませんね、じーっとですね、時の推移を見てください。そうすると時期が来ますからね、その時に動けばいいんですよ。あだというのはですね、この水天地の場合はね、いわば敵でございますからね、外部からやってくるんですよね。自分が動かなければ敵を招くことがありませんからね、したがってじっとしてなさい。そうすれば時期が巡ってきますよと、そういうことを言っておりますね。はい、では9層は終わりまして64に行きますね。はい、その前に、ちょっと線を申し上げましょうかね。あ、はい、ね、あのね、線はね、この水天地という毛はね、6個あ
ありますけどね、いい毛は一つですね。あ、そうですか。そうです、ね、そして、もう一つもね、願い事は叶うけど遅いという毛なんですよね。遅そうですね、うん、他の毛はですね、いずれもあまり良くありませんね。したがってですね、時期が来るまでいずれも待て待てという毛でございますけどね、焦らぬように待っていただきたい。水天寺は待つ毛なんですよね、一見良さそうに見えますけれど、まあ叶わないという線である場合が多いわけですよね。では9-3ですね。まあ大体自分でもで線はお分かりになったと思いますけどね、一応権威あるですね、鈴木先生のですね、線をですね、ご紹介しておきますね。9-3の毛ですね。そうですね、9-3ですね、はい、これはですね、線というのは本家についての線でございますからね、復家についての線ではございませんから ね、まあ、そうですね、本家についての線ですね、はい、線と書いてございますけれど、本家についての線でございますから、はい、お気をつけいただきたいと思いますね。功を望んでことを企てたり、利益に走って行動したりすると現在の地位でも失ってしまう。よほど警戒が必要である。願望は故障があって急には整わない、うん、こう言っておりますね。急には整わないと言ってるだけでございますからね、時期を待てばやはりね、時は巡ってきますからね、焦ってはいけなさい、待ちなさいという気でございますからね、一つ水天寺はいずれも待て待てという気でございますからね、一つ焦らないようにしていただきたい、はい、では64に参りますね。64は地に待つ、穴より出ずということで、本家の場合ですね、詳しい解説をいたしましたね。地に待つわけですから、そうですね、ちょっと非常にですね厳しいですよね。厳しいけどですね、殺傷の現場のようなところで待つわけですよね。ひょっとしたら自分もですね傷ついてるかもわかりません。なるほど。しかしですね、待ってれば穴より出ずですから、穴に入ったばっかりじゃありません。穴より出ずということですね、出るんですよね、出られるわけですよね、はい、じゃあ出られるけどなかなか厳しいわけでございますからね、一つですね、この場合は穴に落ちたような状況になるかもわかりませんけれどね、やはりねこれも助けが来るのを待っていただきたい。本家で説明いたしましたけどね、穴に落ちたような場合ですね、下のですね、3つのですね、賢人がどんどんどんとやってきましたね、引き上げてくれるんですよね。そうですよね、うん、引き上げてくれます。しかしそれを期待したらいけませんよ、ね。あ、なるほど。穴に落ちた時はですね、やっぱりね助けを求めなかったのですよ。友人地区があれば友人地区にですね、ね、恥ずかしいと思ったらいけませんよ。こういう時はですね、助けてくれと言わなくちゃいかんのですよ。緊急事態ですもんね。緊急事態ですから、死に待つんですからね。そうですね、友人識がないという方、隣の方でもいいですよ。隣とも木工所だ、そういう場合はね、行政でもいいんですよ。行政一回にですね電話一本かけて助けてくれと言えば、今の時代ですね、行政が少なくとも飛んできますからね、声を上げなくちゃいけませんよ。死にますという、死にます、殺傷の現場にいるような厳しい毛でございますからね、穴より出る、これは自力で出れるわけじゃありませんからね、穴より出るというのはですね、人の助けがあって出られるわけですから。そういうことですか、ね。この3人のものはですね、だんだんと来ますけどね、気がつかずにですね行ってしまうこともあるわけですから、ね、そういう場合は自分で声を上げなくちゃいけない、助けてくれということですよね。あ、そう、意思表示をしっかりしなきゃいけないってことですね。そうですよ、助けてくれって意思表示しなくちゃいけない、うん、ね。それでもね、ほかってられる場合もありますからね、しかし必死に嘆願しなくちゃいけませんよ、ね。では裏の毛はどうですかね。裏の毛からは次回でもいいですかね。裏の毛、まあまあ、裏の毛から次回に行きます、ちょっと厳しい毛でございますからね、はい、じゃあ今日は9-3まで行きましたね。そうですね、ありがとうございます。